キリストの十字架によってその敵意とその比べる、その思いを全部廃棄されたっていうのはこの箇所だと思うんです。立法主義が終わった、ね、立法が成就するために来たんだから立法主義が終わった。もちろん立法を成就したキリストのその血だけが一つになることができる。僕たちのそのこの社会ではできるできないね、右左ね、そのようなことでいつも男と女みたいにね、こう二つに転職をする、合格した合格できなかった、神殿のその隔ての壁がなくなったということは、私たちの心の中にも同じ神殿がありますよ。神様を信じた瞬間に私たちの心の中に神殿があるって書いてあるんですよね。神が住まれるんですから、霊の部分で清くなった、その部分で隔てがない、人を見下すような立法主義が出てきたら、いつも神様は私は罪人でしたと聖霊様に促されて、その隔ての壁を打ち破る、それが大切なんじゃないか。うちの教会で、刑務所から出てきた人は何人も来ます。1回来る人、1ヶ月大体、繋がった人は結構捕まるまでいます昨日ですね、教会員の方にですね、どうしても夜中ね、電話切っちゃうときは電源切っちゃう、でも滑った転んだ引かれたね、大病したというときに夜中にどうしても連絡したいときは、うちの電話番号を教えるから自宅に電話してくれ、うちの教会だけだろうとね、誰々が捕まったっていうとですね、その間ね、沖縄1週間伝道旅行行ってきたんだよね、そしてですね、帰ってきたらね、帰る時になんか、空港降りたら、鬼殿がいろんな教会、うちの教会の人が何十件も入ってる、なんだこれはと思ったら、帰ったらうちの教会に十何人集まって、どうしたんだったら、誰々さんが捕まったんです、ここはヤクザの事務所かみたいな。誰かが捕まった時代でみんながね、こう心配してね、何で捕まったんだって、で鉄筋がついたのかとね、みんな素人のくせにね、なんかすごいね、ヤクザの事務所みたいに本当に鉄筋禁止とか、もうどんで知ってんだもんね、だいたいその捕まった人が何人かもいますからね、でも僕はね、ちょっとうんとしたんですよ。一人が捕まったっていうね、普通だったら、あんまりダメだったかとかね、特に僕なんかも何人もね、10人のうちに1人、洗礼して社会復帰してね、10分の1でもそれでも確率のいい方ですけども、ダメなことが想定内で僕たちは刑務所が出てきた人を受け入れてるんですよ。住むとこなければ教会に住まわせてやってる中で、その人もう4ヶ月ぐらい頑張ったかな、でこれからっていう時にですね、またね、捕まってしまったんですけども、まあ一つはね、自分のことで他人をなんか傷つけたりとかしてないことがね、いいかなと思ったんですけど、こんだけね、心配されて、自分のことでね、非常にここの人は本当にでも、神様にも愛されてるし、人にも愛されてるなと思ったんですよ。ね、僕たち信仰者は神様だけに愛されてるだけだけダメですよ。人とにも愛されなければ、神と人に愛されたってイエス様も言われたんですが、私たちは矢もすると神様ばっかり見てね、隣人のことを愛せなかったりとか、するよりは、やはり両方に尽くして愛して、バランス感覚が必要なんじゃないかと思うんです。その中で彼を愛されてるな、しかもなんかこう教会のみんな夜中でもう僕11時に帰ってきたんです。最終の便で帰ってきてから、もう教会に着いたらもう11時でしたね。タクシーで帰ってきたら、その時にもう十何人も集まってるんです。これはね、なんか本当でも、言葉は違うかもしれないけど、麗しいというかですね、こんだけ人を思う気持ちがあるっていうか、捕まったことで動揺するよりも、なんか団結してるところがすげえなみたいなね、なんていう気を変えないみたいな感じになりましたけど、僕はそれはすごく誇りでしたね。すごく誇りでしたよ。こんなね、別に夜中に来たからってどうにもなるわけじゃないけれども、で、みんなで祈ってですよ、その人のために祈って。で僕はある意味では、俺はできたのに、神様と出会って、神様と向かい合って、ね、その人だって同じで、ここに3回も4回も来ましたよ、一緒に僕と一緒に、ここに礼拝に来ましたよ、
顔を覚えていらっしゃるかもしれない。出てきたその日に洗礼を受けてって、で彼を別に貶めるためにこれをしたんじゃない。彼はまたここに帰ってきたいって。もちろん僕は OK ですよ。で僕はね、心の中で厳しいことを言います。あれだけ言ったのに、あれだけ僕は祈ったのに、あれだけこの人に時間をかけたのに、あれだけ捧げたのにっていうね、俺ができてなんでできないんだ。僕の中にできる僕とできなかった彼を裁いてしまうね、隔ての壁があったんです。ああこれはいけないって思いました。自分がたまたまできたって言うけど、2回目の研修行った時に僕はその当時はミッションバラバラ全盛だった、ね、でクリスチャンでもない僕がね、いろんな情報が入ってきて研修の中で、しかも同じ住吉会のやつとね話するためにキリストクラブに入ってね、話も聞かないでアーメンそうめんじゃんって話しながらやっててね、出たら教会組んで入りますなんて全然忘れて役でやったんですよ。でそれ変わんないじゃないか自分でね思いました。そういうね、その自分の中にある神殿の隔ての壁、それを打ち壊しなきゃいけないと思いました。それから私がですね、この敵意が廃止されたっていうことですね。僕は実は1年以上もですね、ネットでですね、会ったことない人にですね、ある人に操作させられてですね、まあ、牧師がですね、ここは今カメラ回ってないですかね、いいですよ、ある牧師がですね、僕のことをもうネットでカッ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 ね、書いてたんです。僕はもう本当にね、苦しくて苦しくて、なんでこんなこと言わなきゃいけないんですか。確かに過去の言わことを言われるのは分かる、なんで今やってることをね言うの、でしかも僕はね、大っぴらなんですよ。明け広げ来るなら来いっていう、別にそういうことじゃない来るなら来いって言って喧嘩をしてるわけじゃないんだけど、ね、私は酒飲みますよ、酒飲んだからって言って僕はあれ中に酒を勧める男じゃない、ね、読んでこんななっている男じゃない、ね、逆に僕は成田さんもよくしてる、ね、一緒に飲んだ人に洗礼を授けて、ね、教会に捨てる。だから僕はいいんですよ、違いを認め合おうよ。アーメン。僕はこっち、あんたはあっち、ね、僕は水着、あんたは川釣り、あんたは釣り堀とかさ、ね、いろんな道があるわけですよ。僕にしかできないやっぱり領域あるんですよ、ね、バーに行ってバーにしか行かない人間捕まえてくるなんて僕得意ですよだからって言って飲んでることを、ね、正当化してんじゃない、ただ認めてくれってそういう中で、沖縄行った時に、実はその人に会いました。会ったそのきっかけっていうのはですね、まあちょっとですね、ちょっと警察に相談するしかないと本当に思ってましたね。ここまでじゃあ僕の集会全部邪魔するとかですね、なんかこういうことほのめかすような、ね、感じですからね、まあ、もうダメだなと思ったんですけども、まあ、ある助っ人が入りまして、ことなきゃいけた時に会いました、ね、僕はね、でその人なんて言ったら面白いですよね、昔だったら指ですねなんてその一言で僕はね、あ自分が悪いってことを言ってんだなと思って、うんそうだなでもハグですよ、ハグね、うんよ分かったよ。でもこの中で実は1年以上にもわたってね、酒飲む牧師は許せねえぐらいのことネットで書いて、ね、で入れなんか元ヤクザっていうのをひけらかして、そんなもんは良くないとかですね、バカ野郎そこでしか救わないやついねえんだ、いるんだよって、ね、僕はもうムラムラも聞きましたけど、でもその一言でそれはもう1年以上僕も祈ってました。主よ憐れんでください、この足りない私を憐れんでください、この祈りが通じて万軍の主は生きておられる、生きておられる、本当に番組の人が生きておられる、そのことを知ることができましたね。神様が本当に働かれて、僕が何もしてないのに、僕がやはりそのネット攻撃に対してそこの土俵に上がれなかったというのも良かったかもしれない。それは神様が僕に教えたんです。同じ土俵に上がっちゃダメだよ、同じように攻撃しちゃダメだよ、それは精霊の促しですよ。それを私たちが実践するとき、心の中のこの隔ての壁を打ち壊していく、そ
それはもうすでに2000年前にあの十字架で終わったんです。私たちの心がもし許せなくても終わったんです。終わ